猪木さんとやった時の試合で被ってきた頭巾と、はい、しなりもなかなかこう、はい、いやいや牛殺し、牛殺し大山天心と武尊 のザマッチ、アンディフグのタイツ、実物大のアンドレ、はいはい、選手が大量に辞めた悲しみが出てるし、猪木さんの横顔にこれあれ変な人が、すいません、ちょっと今店閉めてもらって、ちょっとカメラさんいいですか。どうもこんばんは、マクガフィンチャンネルです。そして剣道小林です。今日はね、巣鴨の方にね、やってもらいまして、私が今日行くとこはこちらガールズバーということで、ね、違いますか、こちら東道館でございます。プロレス格闘技グッズのね、殿堂というの、おそらく世界一の品揃え、そして、ファンの聖地、見てください。イベント一覧がもう渋い、ウルトラマンロビンのトークショーがあります、ね、はぁ、キラカンさん、うわぁ、北沢さんのプレミアムトークライブ、こんだけトークライブ、これ今のね、もうお笑いの劇場よりもスケジュール埋まってますよ、発揮しって。とにかくやっぱ戦う男のね、グッズがここにはまあいろいろ溢れてますんで、こちらの自動販売機見逃さないでください。もう名言だらけ、時は来たそれだけだね。これは橋本真也さんの言った名言だよね。バカになれ、これアントニオ猪木さん、正直すまんかった、これ佐々木健介がね、藤田和幸に言った言葉です。藤田、正直すまんかったというね、大ブーイングが起きた名言でございます。これね、今日ちょっと行ってみようと思うんですけどね、この言うたらワゴンセール、ワゴンセールがすごいんですよ。こちら 1.50 円、ノアとザ・リーブのダブルネームうちわ、これ50円ですよ。空き室でコマあったらってやつですよね。あー、やっぱり宮原選手ね、前三冠王者、やっぱ完売ですね。すごいでしょこれ、 T シャツどれでも1枚300円、5枚購入で1000円、うわすごい、これ見てください、川田俊明デンジャラス KT シャツが今300円で売ってますよ。しかもこれうっすらと、これサイン入りですよ。今日なんかね、これも俺もキマラ T シャツ着てるんですけど、これはねどうですかって聞いたら全然値段上がってないですって言われましたね、グレーとムタ T シャツが異様に高いらしいですよ。行ってみましょう、じゃあお邪魔します。さあ館長、はい、こちらの東道館さん、このお店のテーマといいますか、そういうのを教えてほしいんですけど、あー、うん、テーマはですね、プロレス格闘技ファンの記憶を刺激するお店でありたいなと思って、なるほど、やってます。確かに、うん、今私もこう前頭葉の方がかなり刺激されてます、はい、はい、皆さんいろいろ好きな時代とか選手とかあるので、はいはい、その自分の好きだ、一番好きだった記憶にピタッと来て、あの想像をかきたてるようなものが、うん、見ていただけたらなと思います。ざっと見たけど70年代からのグッズが、はいはい、所狭しとね、あ、はい、飾られてますよね、はい、ものすごいグッズの数なんですけど、これはもうもちろん世界一ですよね、グッズ点数は、まあ、プロレスグッズに限って言えばどれぐらい、大体一応10万点ぐらいですかね。で、まあ、プロレス格闘技に関するものなら、関するもの、はい、はい、これはすごい、うん、館長早速ものすごいグッズ見つけちゃいましたけど、はい、スポーツ平和党時代のアントニオ猪木の名刺、はい、そうです、選挙に出た時、あ、これ実際ありましたね、おガンをね、はいはいはい、切って当時も1万円ぐらいしたんちゃいましたけど、これそうですね、これは猪木さんの投稿のガンを切り抜いたやつなんですけど、いろいろ実際切ってるんで、これは赤ですけど、はい、時々この黄色い炎のところがなってたりとか、禁止のところが、そうですね、そうするともうちょっと値段が上がったりいろいろしますね。これ嘘でしょ、いやいやいや、真のサーベル、こんなの、ほんまに使ってたやつですか、これ。タイガーレッド真の、まあ、この写真の時のやつで間違いないと思ってるんですけど、はいはい、あの97年ぐらい、まあ、あの新日本じゃなくて、はい、IWA とか、IWA とかぐらいの時代の時のやつなんですけど、はー、34万1000円、はい、そう考えれば安い、うん、
激安と言ってもいいと思いますよ。なかなか真のサーベルそうですよね、しなりもねしなりもなかなかこう全然受けやられてるそうやって進行こうやってきますよ、はい、それですこれはスペースローンウルフ時代の武藤圭司の凱旋帰国した時に皆さんご存知武藤さんの、はい、意外と変わったデザインしたからね、そうなんですよ、7分丈というか8分丈というかよくご存知ですね、はいはい、そうあのシューズロングシューズ履いてるそうなんですよ、ね、ところまでなんですけど、はい、この紐の位置とかねこれは間違いなく思うんですかグレートムタのこれはお宝ですねこれは猪木さんとやった時に試合で被ってきた頭巾と、はい、あのそうですねタイツ袴リストバンドのセットはいパンタロンね1、10、100、1000、万、10万、100、187万、はい安いんちゃいます？どうですか？確かにこれはちょっとムタのこういうオーバーマスクはよく、はいまあ、出回ったこともあるじゃないですか。はいはいね、はいはい。袴っちゅうのはね。ああパンタロンですね。パンタロンこれ結構ないですよね。そうですね。ムタのこのお店には何とか入るんですか？武藤さんのは何回か入ってきたことありますね。ムタは初めてかもしれないですね。そう言われると。これ考えたセットで187万、はい、安い。これ売り物じゃないですか？ここはそうなんですよ。あのベルト本物のベルト転写してもらって、はい、ちょっと三冠統一前ですよね。だから。三冠と、そうです、そうです、そうです、はいはいはい、まあ、でも三冠だった後もずっとこれ使ってたやつ、ね、で最初馬場さんが つけてた時につけてた時代の76年ぐらいまでですね、はい、その後こっちはもう40年ぐらいずっと使い続けてたやつですね、はいはいはい、これがすごいですね、アジアタッグ、はい、日本最古のベルト、ね、うわ、名タッグチーム揃いじゃないですか、これ、はいはい、猪木沖金太郎そうです、猪木さんもこれ締めてるんですよね、そうですね、うん、で、大熊本市グレート小鹿はいはいマイティのアシラハラもうフットルースはいカンナムエキスプレスはいはいもう時代をダグファーナス、ダニクロワットはい大好きです、俺半世紀以上使ったやつですねはあ、そうですね、はい、最高のベルトですよね、日本の団体が管理してる中やったらね、はい、日本プロレス時代からのやつですねあ、天竜さんもガン売れちゃいましたこれそうなんですよ昨日展示したばっかりだったんですけど吸ったらちょっと早いなやっぱ天竜さんは動き早いですね商品あしかもこれはこのカラーリングは第3の男と言われた時期ですねそうですそうですそうですまだ出始めたロッキー畑さんを超えて、はい、3番手に躍り出た、はいはいはいね、ちょっと81年から3年ぐらい天竜革命前ですよ、はい、いわば、はいはい、長州と出会う直前ぐらいですねだから、うんまだガウン着てたんですよね猪木さんの女子これいいですよこれはいいですねちょうど85年ぐらいブルーザーブロディと交渉してた時期、はいはいはい、運命が鳴り響いた頃ですねそうですそうです新日本プロレスにブロディが控え室に殴り込んだ時とかにも下入っあでも下はちょっと違うのかスペアかもしれないですけど その時期の頃のものですね集合写真見るとザ・コブラと坂口先生も確認できますね大量離脱以降、はい、苦しかった時代ですねそうそうです85年の1月の開幕戦の時のやつとブロディ戦の後ですねこれ選手が大量に辞めた悲しみが出てるし猪木さんの横顔にこれ解説席の猪木さんね、はい大掃除ができましたみたいな問題発言したんですよねこれはいはい、いい大掃除ができたんじゃないでしょうか、今なら大炎上もんですよ選手がみんな辞めた時ね全日本に行っちゃって大変だったんですね、はい、館長、はい、これ大山館長大山スタッツ先生の、はい、大山先生のコーナー、はい、ほんまですかこれまずこれはほんまでしょ大山総裁のこれは亡くなる直前に来てたそうですね同期本部席に座ってたこれそうそうですね。そうですね。94年亡くなる。これはわかるんですよ。わ、はい、かります。これほんまですか。牛の角。大山抹殺といえば、はい、牛殺し。牛殺し。牛殺し大山。牛殺しした牛殺しと言われるのは1954年の1月。はい。力道山がシャープ兄弟でやる一月前なんですけど、はいはいはい、牛と公開して記者集めてやった時の、はい、折った角。これはほんまでしょうね、はい、これこれそう南部牛
オス5歳、はい、体重450キロって書いてある。まさに今こう写真写ってます。あ、写真写ってます。これ今右手ですよね。はい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 、に折った角持ってると思うんですけど、そこの断面をよくこ、まあ、ちょっとこの角度からですかね、見ていただくと、うん、こう機械じゃなくて手でねじ取ってるので、はい、あ、確かに綺麗な裁断面ではないですね。そう、はい、でそこのあれを綺麗な落ちた時の写真が結構鮮明に残ってたので、はいはいはい、それでよく検証して、その大体角こんなもんでしょ。でもよく見るとこの締め具合とこの長さの大きさと結構牛の角って違うんですよ、はいろ、はいろ見たら個性があるので。なるほど、間違いないな。僕らがパッと見てたら一緒に見えるけど、はい、牛もそれぞれ個性があって、これ1、10、100、1000万、はい、10万、100万です。1000万。そうですね、もうこれちょっとセットですけどね、履いてたその時のトランクスとか。はい、あ、ほんまや。はいはいはい、この2年後にもう一回牛と戦ってですよ、はい、その時に履いてたレガースとかのセットと、あと山ごもりを、牛殺しの前に山ごもりされてたんですね、はいはい、山ごもりした時に奥様に書いたお手紙。当時じゃあ、はい、総裁の直筆。板橋区板橋に住んでたんですね。あ、そう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 、はい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 、このアロハシャツというか、仮牛シャツというか、はい、これは80年代ぐらいのやつだと思うんですけど、はい、よく入手できましたね、これ、うん、このポスターがかっこいいです。アメリカでね、武者修行というか、名前を打って、いや、これはね、これとかサインとかは、はい、このでっかい額とかは、はい、認めます、僕も認めます、認めますけど、はいはい、このニットの直球はこれいいですよ、これ。いや、これほんまですか、これ。なんでそこ疑いますね。適当にセカンドストリート行って買ってきたんですよ、これ。いや、じゃあこのボタンの位置と、いや、だいたいボタンの位置はアーなんですよ。ビデオでよく総裁が夏合宿の時に、はい、皇帝のお弟子さんを集めて、はいはい、そうですね、これ中村悪くないよ、やってらんって、すごく熱く講和してた時の。そうですね、これその、ま、似てるやつはいっぱいあるんですけど、はい、そうですね、これ間違いないと。まあまあ、ちょっとルート的なのもあって、そうですね、これは間違いないですね。大山先生のね、はい、教えでも忘れられないのが、はい、彼女を作るにはどれぐらい強くなったらいいですかみたいな、彼女を守るにはみたいな人に、いや、君ね、はいはい、男ならね、うん、彼女守るならね、指2本で茶碗ちぎれるようになりなさいって言って、はい、それぐらいならなきゃ女の子守れないよ、彼女作ったらダメだよっていう、あの言葉真に受けすぎて俺まだ独身ですわ大山総裁の、はい、指2本で、ね、逆立ちできたらと、ね、ね、言いますね、はい、いやーすごいな、はい、あれもう行きますか、なんか変な人が、すいません、ちょっと今店閉めてもらって、ちょっとカメラさんいいですか、すいません、なんすか、なんすかじゃないです、なんすか、ちょっと撮影中なんで、え、出て行けよ、いやいやいや、ちょっとあれじゃない、この藤波辰巳のお礼が天下を取るかちょっとあったんですよ、こんなもん知らんのか俺これなかなかないのよ、はい、いや、ゆりおかさんじゃないですか、え、ゆりおかさん、ゆりおか超特急ですよ、はい、らっしゃい、らっしゃい、はい、何ですか今ちょっと YouTube 撮影してるんですよ、ゆりかさん。そうです、なんかね、フットルースがどうこうとか言ってるから、さっきさ俺はね、帰れるん帰れなくなっちゃって、ゆりかさん、この前までね、この東道館でイベントやってたんですよね。そうなんですよ、たまたまね、俺こんな恐ろしい人初めて見ましたよ。何ですか、全然帰らないんですよいや、帰らないって、この前イベントしてたんです、あ、そうですか、お疲れ様です、はい、今から僕撮影なんですよ、あ、そうって言って、はい、そっから帰ろうとしないんですよ、この人いや、やっぱりね、粘ってたらね、ピンマイクってつけてくれるの、あげくね、つけてくれるね、ピンマイクもう一個ありまして、もうスタッフがいやいや出したやつを、いや、あ、そう、確かにね、あの人はつけるよと、スタッフの人はね、本当に、うん、あ、じゃあ出てくださいってね、うん、本当に言ってなかったそれは分かる方だけど本当に、あ、じゃあ出てくださいってなってなかったね。そうなんですよ、そうなんですよ、はい、でもなんかね、もう帰れないじゃん、もうこうなっちゃったら、逆にさ、だってほら、ゆりおかさんって、はい、言うたら、あれでしょ、何ですか、エンタの神様で最低視聴率取ったんでしょ、いや、最低視聴率じゃなくて、1分間に一番下げたの1分間で 3% 下げたで、CM になったらちょっと上がったんだから、あいつが終わったって、化け物番組を、化け物番組で下げたんですか、で、みんなその後の芸人にほらな、医療課長特急が出た時にこれぐらい下がったってグラフを見ててね、皆さんにね、説明してたんだからこういう風にならないようにって、いや、そんなことはいいのよ、それこれ、はい、これこれね、昔出したんですよ、ゆりかさんと、ね、ご存知ですか、強調
プロレスマニアの方知ってますか、はい、これ、はい、僕たちプロレスの味方です。そう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 、かつての名著のね名前をもじって、うん、村松智美さん、あここにありますよ、まさに、はい、まさにありますよ、私プロレスの味方ですね、うん、アントニー猪木さんもね本当にすごく親交がありましたけど、はい、そう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 、これの、はい、これのあブチャ悪役超早かも気になるな、これこっちがいいですね。そうそう、いやこれいい、いい本ですよ、これこれ今何本で売ってるんですか、これ、はい、1100円です。だからね、定価ね、1400円のところをね、1100円で売ってます、ね、だから若干下げ、ちょっと下げた、今日だからちょっとこの東道館さんにね、あのロケ来てちょっといろいろグッズ見に行こうと思ってます、はい、はいはいはい、まあ、有料化さんは言っても、うん、知識用、プロレス知識用ですから、いやいや、まあいろいろプロレスね、新日本プロレスクイズ王ですよ。マスク見に行きません、いいんですか、かマスク見に行くか、はい、帰るかでもね、スタッフがね、本当に歓迎してないからねもうちょっといますわ、混ぜ飾る客、逆にもうちょっといますよ。そう、ちょっと俺も最近また T シャツ集めてるんだよね、この辺が。でも今おしゃれでしょ、 T シャツって、はい、プロレス T シャツが。そうなんですよ、だってうちの奥さんなんかさ、はい、ちなみにさ、あれよ、仕事にさ、はい、天竜さんとドリファンクジュニアの T シャツ着ていったんだいいですね。さ、すごい、あのテリーファンクが亡くなった時に、はい、すごい話しかけたらしい、知らないおじさんから、ああこれいい T シャツ。その時あれでしょ、奥さん泣きながらフォーエバー言ってたんでしょ。いや、それ1回目のね、蔵前のやつだからね、それね。あ、これアウトサイドです。かっこいい。スコットホールもね。さあさあ、こういうね。うわぁ、やっぱするな、これ。やっぱする。27,500円。うわ、でも海外のファンなんかもね、これ、うん、こういうの探しに来るみたいよ。レーザーラモン、うん、いいね、はい、あそうですよ、レーザーラモンですよ、はい、これがね、レーザーラモンはこっから来てるわけですよ、はいはい、ね、お笑いの、あ、館長おすすめ、そう、館長これはすごいですよっていうのがあります、はい、ジプシー城とか、ジプシー城大好きです。あ、そちょっと 見てたら、俺がジプシー城好きって情報言ってるのが怖いですよ、ほんまに本当好きなの、はい、うん、さっきのあの本を読ませていただいて、ブルマイド、うわ、見てくださいよ、ジプシー城、これかっこいい、うん、椅子で叩かれてもね、はい、椅子が壊れて叩かれても叩かれても起き上がってきて、そうそうそう、うん、フィニッシュホールド、ギロチンドロップしてなんかあんまりこう、決め技が浮かばないんだよね。そうだ、これがチケットとか、はいはい、ポスターが、ね、年代順に並べさせてもらって、私電信柱に貼ってたやつ買っぱらったなねえ、街中によくプロレスが来るってね、はい、貼ってたもんね、はい、ターナショナルリーグ、うわ、すごい、これ保存状態がいいですね。いや確かに。そうですね。いいやつ。いわゆるミントコンディションってやつですよ、はいはい、これ。いいね。はい。やつで。アメプロの映像系ですね。DVD。うん、はいはいはい。はい、あ、うわー。ユニバーサルですよ、有料化さん。あ、もう日本でね。はい、ジャパニーズルチャ。はい。ああ。エルブラソスがね。大人気でしたね。楽しいルチャでね。そうなんですよ。衝撃的だった。浅井さんがね、かっこよかったですよね。そうだから、まあまあウルティボさんですけど、はい、ね、浅井ね、あの吉弘か、はい、に憧れ、浅井さん憧れてっていうのも多かったですよね。うん、これですね。そこからマスクマンがいろいろ、そうですね、日本のマスクマンが。さあ、今ではラケブラーダなんてね、はい、うん、もう言うたら、空中殺法の中では初歩的な技になっちゃってますけど、当時画期的な。あ、確かに外に飛ぶなんて。外に爆中で飛ぶなんて画期的な技だったんですよ。確かに確かに。うん、これ。はい、猪木、やはり猪木愛戦のパンフレットですね、当時の。こんなのよく現存してましたね。いや、でも結構これは終わった後も、はい、新日本の会場で売ってたんで、まあまあ、あ、まあまあ出てきましたね。なるほど、大会が終わったとて、そうですね、しばらくこう会場行ったら売ってたと。なるほど、ね、たくさん作ったんでしょうね。恐ろしい借金をね抱えたと言われてますから、ちょっとでも回収しようと。レアといえば、この東京プロレス の旗揚げ戦で猪木さんが新日本やる前に最初 の、はい、東京プロレスをやった時のハワイの、まあ、そうそうそう、斎藤さん、ハワイで脱出されて、はい、豊ノ森さんがやってて、ハワイ拉致事件ですね。まさに斎藤さんですよ、これ。そうです、そうです。単なる斎藤って書いてある、はい、ほんまや、まさかない、はい、まさかない、単なる斎藤って書いてある、ええ、レコードジャケット、確かにかっこいい、なんかレコードジャケットみたいな、ジャズバンドのね、そう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 、かなりおしゃれな、うん、ね、これなんですか、猪木海外武者史上、猪木さんが書いた時の、そうですね、新聞記事、はいはい、向こうの、うん、漢字猪木が出てくる、向こうの、はい、あ、漢字猪木、はいはい、アメリカのプロレス雑誌、そうそうですね、レスリングジャンルですね、はい、はで、これは、まあ、実物大のアンドレ、はいはい、うわ、やっぱ違う、あ、グローブみたいですよね、
アンドレあれほんまなんですかね、あの小便器溢れたっていうの。ああ、あとなんか3分ぐらい止まんないんでしょ。はい、ずっと流れっぱなしで、はい、あのおしっこが流れて、だから食堂車新幹線なくしたアンドレの性説ありますもんね。あまりにあまりに全部飲んじゃうから、食べちゃうから、はい、なくなっちゃってっていう、うん、だからアンドレのあのね、電気っていうか、まあ、自伝みたいな本もありますもんね、はい、うちの小学生の息子読んでますもん、はい、それモンスターロシモン、それ見てあの、ね、うん、読書感想文出そうとしたから注意しましたよ、さすがにちょっとまずいんじゃないですか。あれ何でもいいんですよ、読書感想文っていうのは文字を読むことが大事なんですから。俺こそがザ・ワールドっていうね、アンドレの自伝を、それじゃないですかね、それおまけでね、それのブログですよ、これ、あ、うん、マジですか、うん、本当かな、うんうん、じゃあうちにもありますよこれ。じゃあちょっと東岡さん提供していただいて。提供っていうか、いやいや、多分ここで買ったんじゃないかな。マスク見ましょう。マスクが見たい。じゃあ行きましょうじゃあ。はい。一回もすごいけどね。今カメラ止まってないでもずっとプロレスのこと喋ってましたね。確かに。そう。倉持アナウンサーの話してましたもんね。倉持さんがすごい感情的でね、倉持さんが市場入れるんですよね、うんうん、そう天竜源一郎対高木さんの試合で、うんうん、忘れられないフレーズが、はいはい、高木が天竜に勝てるわけがないって言ってました。あとテリファン、しかし頑張れテリファンクが上さんだと、上さんだと上さんだと、あうーって自分が食らったと思って、上さんだとあうーって自分が悲鳴上げちゃった時だった。ゆりおかさん、はい、やっぱ我々の世代といえばやっぱりタイガーマスクができますよね、初代。これで一番ハマった人が多かったね、やっぱり。結局ここからがスタートっていう人多いんじゃないですか、うん、そうですね、やっぱタイガーマスク特別、そうですね、日本のね、マスクマンでもやっぱ一番人気ありますね。いまだにマスクの販売もやっぱ売れ続けるのがタイガーマスクですか。はいはい、いや、かっこいいもん、デザインが。こと細かなバージョンで言ったら大変な数になりますもんね。そうですね、確かにこう初代だけでもね、なんか本当に自分のこうテンションや、うん、生活の具合によっても変わってくるというか、ほうほう、今になったらやっぱスーパータイガー気になってきますもんね。なるほど、はい、確かに1回引退してね、はい、また復活してからのやつだけど、ちょっと短かったですよね、はい、短かったです、これは、うん、素顔になっちゃうし、半年ぐらいで、はい、やっぱこの初期型とかがね、どうしても最初は欲しくなるけど、そう牙付きタイプ、牙付きタイプ、はい、うん、ちょっとモコモコがちょっと多めとか、はい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 、この辺の微妙な違いがね、いろいろあるんですよ ね、 うん、やっぱり伝説タイプ、これ人気ありますね、やっぱ伝説タイプ、はい、うん、あのやっぱデビューの時のおもちゃみたいなマスクが、あれは今はないんですか、ま、そうですね、あれはもう物自体がないんですかね、物はないんじゃないですかね、本当にそうですね、デビュー戦ですぐもしかしたら破棄されてるかもしれない、誰かになんかあげちゃったっていう説もありますよね、なんかいろんな説が、うん、どうです、今日僕着てるんですけど、キマラグッズあります。いい T シャツ着てる、ジャーンとキマラ、はい、いいね、キマラ2じゃないですよ、これ2じゃない方です、2じゃない方、はい、オリジナルの方、オリジナルの方です、キマラ、キマラ、いや、なんかあったな、マスクマンじゃないもんな、そうですね、さらしてみますね、はい、あ、いや、大丈夫だ、うわ、ミスティコや、うん、カリスティコ、うんうん、あ、カリスティコや、うん、カリスティコがね、意外と覆面デザイン好きなんですよ、はい、ちょっとミスティコと、ミスティコがね、はい、あの息子が WWE かな、はい、F の時でした、はい、E ね、うん、ネーミングライツなんかあったんでしょうね、うん、ちょっと変えられちゃうんですよね、うん、WWE に行って、そうですね、はい、こっちにやったんですよね、ミステリオジュニアやったのね、うん、WWE ってミステリオ王ですから、で、またなんかね、同じ名前引き継いだりね、2代目が出てきたりとか、はい、息子は普通に素顔っていうね、そうそうそう、でもかっこいいね、口がね、かっこいいですよ、うん、多分呼吸しにくいだろうけど、うん、はい、ゆりおかさん、ちなみにやっぱタイガーを除けば、うん、覆面レスラーでいうと誰が、いや難しいと、でもいやでもね、はい、あのね、今見たらね、コブラがかっこいいんじゃないかって気がするんだよな、これ逆に有田さんもね、ね、言ってました、これがいわゆるあの成長、はい、そうだ、ザまさにね、うん、これぞコブラっていうね、はいはい、明日ここでトークショー、じゃあもっと展示とかダメじゃないですか。あ、ジョージさん、ジョージさんが、はい、多分今スガムにいらっしゃるかもしれない、あ、今前乗りで今スガムにいるかもしれない、あれ聞いてください、一時期電柱を地面に埋める仕事してたってほんまですかっていうのは、あ、うん、ロッキー畑のシューズあります、え、これはちょうど今探してたやつだ、これ、そうでしょ誰がロッキー畑のシューズ今探すんですか、ね、あの和製アメリカンドリームっていう、そうです、そうです、なんか日本寄りなのかアメリカ寄りなのかはっきりしないって、ね、はい、ちょっとハーフっぽい顔もね、うん、だってほら、ネグロカサスのパンツありますよ、おすごい、はい、カサスファミリー、もうここはもうすごいですよね、ネグロカサス、いい選手ね、あれ店長、何かを探してますか、あ、いやいや、まあ、例えばあの、はい、アンディフードとかもありますよ、あ、本当に、うん、入りますか、大丈夫ですか、トヨノボリジャンパーだと、まあ、感じ
を一生懸命練習してた。あ、だからね、ちょっと豊登さんは見れてないですね。いや、さすがに見れてないですね。あの、後で映像でね、はい、猪木さんをね、ちょっと旗揚げの時、新日本のね、はい、こう友情を出場したね、はい、あ、これ2度目そうですよ、あの、エディ・ゲレロの、あ、エディ、はい、あの、ダイガー、あ、そうですよね、エディ時代の、うん、ダイガーとやってたやつ、ね、はいはいはい、アンディ・フグの、これ あ、アンディ・フグのタイツ、そうですね、タイツトランクス、あ、練習で使ってた、はいはい、あのサポーターなんですけど、かかとのところが結構すり減ってて、かかと落としを、そういうことか、練習したやつかなっていう、あ、なるほど、エスタックの CM の時ももしかしたら空いてたかもしれないです。いや、それぐらいね、はい、日本でめちゃくちゃ人気ありましたから、はいはい、マシンかっこいいな、うん、あ、コブラ、コブラ、コブラ、あるじゃないですか、これがザ・コブラです。充実してるじゃないですか、ちょっと手、ね、団長、あ、しかもこれかっこいい、いや、かっこいいよね、いや、ザ・コブラデザインかっこいいんですよ、うん、ね、で、ジョージさんもね、まあ、本当に男前、うん、イケメンで、ね、でも、あの、ハーフの ね、うん、美男子で、今で言う、言ったら、エグザイル系のね、今で言う今で言うエグザイル系なのか、ちょっと浅黒くて、確かに確かに、うん、あ、でもまあ、はやぶさ、このタイプじゃないけど、はやぶささんはね、うん、やっぱり未だに海外のね、そう、選手なんかやっぱはやぶささんを見てね、うん、プロレスになったとか外国人選手言いますもんね、うわ、デストロイヤーだ、はい、あ、そうです、シンプルイズベストとはこのことですね、うん、本当に、確かに今やもう銀座の時計店強盗ですよ、これこれ被るよ、こういうのね、なんか、はい、被ってね、目出し帽、はい、マスカラス出てくる前のまだ覆面マスクっていうか、はい、覆面って言われて仮面じゃなくて仮面、覆面、仮面になる白魔王って言われてるんですよ、ね、はい、なんか素材もね、なんかこう布というか、でもちゃんとデサントさんがしっかり作ってるやつ、ね、これデサントさんなんですか、うん、デサントさんなんで、ちょっとなんかね、俺も生かした T シャツ探しに来たんですよ、あ、またさっき選んでましたけどね、自分でね、ダブル CW 系ね、あの、いいんじゃない、今は亡きゴールドバーグとかもしあったらいいんじゃない、ゴールドバーグ結構集めてるんですよ、俺もう、まあ、3着持ってるんですよ、あとまあちょっとね、ロックとか多いよね、レスリングイズシャドウス、ああ、うんうん、これまあまあね、うん、あ、いいですよね、いいじゃん、うん、あ、そ、ハート1個結構するなこれ、うん、あっこれでもまあ T シャツかっこいい、これ、ね、これむちゃくちゃデザイン良くない、おしゃれ的にも、いい、女の子がこれ着てたらもうね、あ、おっぱいでかい子がね、これちょっともなんならね、おっぱいでかい子着てこう触りたいですよね、そうそう、これ絶対こうナンパされるでしょこれ、はい、あ、ジョン・シナの T シャツはね、意外とあの、うん、下北とか言って売ってますよ、あ、そう、はい、なんかカラフルなイメージあるけどね、そうですね、ジョン・シナはね、うん、あ、白装ジムドゥーガンですよ、好きなタイプじゃんこれ、はい、ジャンル的にいけるでしょ、おこれ白装ジムドゥーガンですよね、お、そう、ジムドゥーガンだよこれ、あ、これ、これありますよ今、え、これ白装ジムドゥーガンの木の板、木の板、あ、木の板、木材、え、持ってたやつ、あ、書いてあるちゃんと、はい、これ間違いないわ、だって書いてあるもん、白装ジムドゥーガンってだって書いてあるもん、あ、これは本物や、いや、これどこですか、泊まってるホテルですかね、今更なんなんですけど、はい、これなんなんですかこれこれ持ってリング上がってたんですけど、この人こうやって、はい、これでなんかしてたかな、角材、はい、角材、はい、いわゆる角材、はい、ちょっと今日レジ閉めてますけど、後で買っていいですか、はい、あ、これこっちいいよ、はい、ありがとうございます、これWWF でしょ、それ、そうです、これはね、いいよ、こっち大丈夫ですか、これ大丈夫です大丈夫です、これ大丈夫です、これ自前で作れそうですもん、これ現場に持っていけばいいじゃないですか、こうやってこうやって、たぶん、あ、これテレビ局とか劇場入れて、これこうやってこうやって、ちょっとジムドゥーガンの方ちょっと信じて、ちょっと止められたとして、ジムドゥーガン、ほらこれで殴ってもいなかったですよね、殴ってもない、狂気に押して、はいはい、あとこれあのさっきゴブラさん、あの中身の中身というかジョージ高野さんが使ってた新日本プロレスの知りませんよ、あのジョージさんが使ってた、でも言うたら、でもこれは支給されたってことですか、ね、そうです、外人レスラーの憧れだったんですね、あのライオンマークのスーツケース、みんなあの日本帰りだぞと、そうこれめちゃれサムソナイトなんですか、しかもだから、はい、商品自体はいいですよ、そうですね、めちゃくちゃかっこいいじゃないですかこれ、あ、だからザーコブラ、そういえばスーツでこうやって、そうはい、ねえ、なんかインタビューされたり、はい、これその時の5万5000円、はい、安い5万5000円ってなんかお手頃価格じゃないですか、安い気がする、これいくらでしたっけ、この白装ジムドゥーガンいくらですか、こっちは3万円、高いわこっち高いこれは安い、それは高い、あっちょだけ見せてください、あ、やっぱクラシックだよね、日本でね、日本でもうね、世界で、うん、
今大谷翔平の次の次ぐらいに有名じゃないですか。これはもう、はい、新助さん、これはね、これが多分大谷翔平の次に有名な日本人ですね。いやもう本当にね、このままベルト取るかと思ったぐらいね、うん、アベマの放送が始まったからそういうタイミングねってこっち下り顔で言ってましたもんね。ね、そうそうそう、ほんなね、取れなかったいけんじゃないかと思って。でもまだいけんじゃない、これからまだまだいけると思うんですよ。それぐらいトップでやってるってことだからね、はい、ハルク砲丸 T シャツやっぱね、赤だ黄色だね、はい、ゆるかさん今大丈夫ですか T シャツは。いや僕さっきあのプライベートで普通に買いましたから、さっき。あ、そうなんですね。普通に買いました、買いました。ブッカー T とか買います。あ、ブッカー T は欲しいな。うちの嫁が欲しがってたな、ブッカー T の T シャツを。あ、ゴールドバーグだ。ゴールドバーグはね、俺もう3枚持ってるんですよ。あ、ちゃんとこう顔が映ってるやつ。はい。Who's Next って書いたやつです。あ、おいいね。はい、決め台詞。はい。いや、マスクマンのね、あのルチャの T シャツとか好きなのよ。これとかかっこいいでしょ。うん、なるほど。僕サイコクラウンかな、これ。サイコクラウンですね。これ色がいいじゃないですか。はい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 。ね。確かに。そうですね、この間本人が持ってきてくれたやつ。あ、そうなの。ノアに来た時、そうですそうです、はい、つい最近、イベント、そう、サインしてもらったんですよ。やっぱりあのメキシカンのね、うん、あ、これ、うん、サイでもこれだったら着やすいな、うん、そうそう、確かにね、あんまりガッと言えずに、はいはいはい、分かってますね、商品価値が。ミスティコ T シャツあった。あ、これもさっき見てた、うん、はい、あったあった、うん、安いかな、女の子にこれ買いですよ、だから高価な人いったらプレゼントしたら、女の子にこれ、え、これうちの彼女ですか。そう、アルティメットウォリアーの T シャツプレゼントしたら、うん、まあ、確かうちの彼女俺の T シャツ勝手に着て出かけるんですよ、ね、いいじゃん、いいじゃないですか。ありがとうございます、満足しました。あ、ちょっとこういう、はい、あの、ちょっとね、あっ、あ、お、この人、今ですね、あ、はい、この人が、ニタが使ってたコスチュームなんですけど、そうですね、これは大仁田さんが、いやいや、これ持ってきてくれたんですか。持って帰るの怖いじゃないですか。どう持って帰ってもズタボロになりますよね。そうですね、大会で実際に使った凶器というか、凶器パイプ、ね、凶器ですよね、これ。はい、チーター、ほんまのチーズなんだ、これ。まあ、そうか、もしかしたら、毒切り、あ、毒が、ペイントがついたかもしれないですね。そうですね、毒、はい、しかポーゴ大王との試合や。そうです、そうです。あ、じゃあポーゴさんの、うん、ね、うん、はいはいはい、ペイントとかがついたんですよね。じゃない、うん、楽しい。何を言ってるか今分かるんですかね、視聴者は。何ですか、ポーゴ大王って誰ですか。いや、そういう人ばっかり見てるんでしょ、このチャンネル。そういう、いや、結構リムジュガンとか、あの、おしゃれなチャンネルなんですよ。え、そうなの。おしゃれチャンネルなんですよ。いや、本当に何も知らない状態で、あれ、はい、俺出てんだけど。ですよね。そうなの。はい、あ、そうなの。俺もいつも気使うぐらいおしゃれチャンネルですよ。俺が出ていいんかなって。趣味チャンネルみたいな、はい、趣味の、はい、いろんな他出てる人だって、もうアパレルの人とかですもんね、このチャンネル、モデルさんとか。あ、そうなの。そんな中、なんか俺もたまに出してもらうんですけど、うんうん、さすがにポーゴ大王が出てくるとは思いませんでしょ。ポーゴ大王の話はしない。ミスターポーゴならまだしも、はい、まだしもですよね。もう一つ、ポーゴ大王、はい、関川さんですよね、はい、関川さん、区議会議員の息子さんみたいな、はい、あ、息子さんです、地元の名士ですもんね、はい、地元の名士のね、うんうん、実はいいとこの子っていう、はいはいはい、はい、まあ、フィギュアを集めてる人も多いよね、うんうんうん、これはでも手出したきりないですからね。だからやめてるもん、ね、やめてるもん。やめていくっすか。揃えちゃったらもうね、もうきりないですもんね、これはね。これゴーバーかな、オーシンかな、うん、ゴーバーじゃない、うん、ゴーバー、 あ、違うか、あ、オーシン、分かりにくい、分かりにくい。プライドのグローブとか、そうですね。あ、これしかもヒョードルが、ええ、まあ、使ったというサインを、公式グローブにサイン入れたっていう現象です、ね、あ、これはすごい、これなんですか、この猪木さんのママさんが。あ、これコマーシャルだった、昔ね、マッチ棒。え、日本プロ時代、これはだから俺ら見れてないですよ、我々の時代じゃないですね、うん、昭和40年代とか、はい、実は仲良し説があります、ね、あ、うん、いや、この頃仲いいでしょ、うん、はい、いや、この頃は仲悪かったんじゃないですか。本当に、でも、うんうん、別れてからやっぱりこう、あ、そうかそうか、青春時代を共に過ごして、なるほどなるほど、もっとね、なんか密会説もありますもんね、結構会ってたんじゃないかみたいなね、でも仲良くできないもんね、うん、ちょっと、うん、はアントン・ハイセルの時の、あ、そうですね、アントン・ハイセルっていうか、猪木さんが作った会社ですね。そうですそうです、いろいろちょっとね、大変だった。今時の会社ですね、だから無限エネルギーというか。そうそうそう、ちょっと早すぎたんですね。そう、なんか牛のゲップからエネルギー作るみたいな、うん、そうそうそう、なんか最近言われてることをね、猪木さんがやってたんですよ、うんうん、ね、橋本さんのハチマキ、ハチマキ、あ、これ、はいはい、本人ですよ、うんうん、ハンセン・エザラって
誰がどこで作ったんでしょうね、これ。これなんかどなたかの結婚式の引き出物とかじゃないですか、これは。日本さんじゃなかったかな、これ。でももしかしたら、はい、奥さんがね、うん、日本人の日本の方なんで、ほんまに引き出物の可能性が。むちゃむちゃ欲しいじゃないですか、これ。うん、何乗せますこの皿に。草団子乗せても知らないでしょ、これ。やっぱなんかチキンじゃないですか。チキン。チキンこうかね。はい、似ても似つかない前田明ソフビどうですか。え、ちょ、これなんすかこれ。前田明ソフビですよ、うん、え、いつの時代のこれ。わかんないです。こんな時代ありました。サンボの服、上着着てます。クリス・ドールマンと練習リングスですね。クリス・ドールマンと練習してる子ですね、はいはいはい、だからちょっと道着、ね、なんかサンボの道着です、これ。上は竹のちょっと長さ気になるな、なんかこれ、うん、あ、下ほらリングスのタイツ履いてますわ、スパッツ。また視聴者が言ってますよ、誰だドールマンって。クリス・ドールマン知らないですか、ルスカと一緒にね、オランダのボスですよ、猪木をこうね、なんか狙ってた。これ新曲新の、ああ、これはあの俺みたいな素人がこれつけてたら道場の派閥争い巻き込まれますよ、ね、これも絶対そう思われますからね、みどりさんのですね、みどりけんじさん、みどりけんじさん、このスリッパ何なんですか。ああ、大日本さん、ね、四つ葉工芸さんですね、大日本。ああ、はいはいはい、グッズ作ってる。なるほどね。いや、これはもうグッズか。びっくりした、普通に誰かが宿舎でかっぱらってきたスリッパかなと思いました。天使とタケルの時のザマッチ。はいはい、そのうわー、あのサインは書いたやつですか。いや、違います、やめてください。あとサイン書く仕事じゃないですから、それで問題になったんですから。これオフィシャルです。オフィシャル、はい。本庁、はい、これ何ですか、古書ゾーンが結構古い本が入れられて、何個あるかな、これも昔一番最古の日本で世界最古の、プロレスラー世界一決定戦やったフランク・ゴッチと、うん、そうですね、フランク・ゴッチの本当に最初のプロレスラーじゃないですか。はいはい、最初のチャンピオンですよね、はい、あの書いた本、それぞれこれは自伝というか、評伝みたいな本ですよね、フランク・ゴッチの。へえ、こっちはトレーニング方法と自分の自伝を書いた、あの、そういうの出してたんですね、昔も、はいはい、もう100年フィジカルストレッチと書いてましたね。そうですね、100年以上前の本ですね。あ、これすごいわ、うん、そうですね、アリア、うん、ね、うん、自由地質、うん、すごい貴重な、アリギドさん、ね、先生時代の、そうですね、はい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 、プロレス、そうなんで、結構これ日本のプロレスの本の一番古い、あ、歴史が、の一つですね、はい、こっちはサインサイン式色紙がいろいろ、いや、これはもう量がすごい、これ掘り出し物あるかもと見つけてくれ、見つけてくれ、見つけてくれと、ディグレということですよね、はい、ちょっとランダムに1枚取って勝負しますね。あ、なるほど、ゆるかさん、どっちがあれかっていう、この2人が戦ったらどっちが勝つか、あ、そういうレスラーのランクとしてもね、はい、男子ですかね、これね、そうです、大体ね、はい、男子です。じゃあこの辺で、はい、このゲームしに来るのも面白いですよ。いいですね。はい。はい、来た。はい。はい。うわ。いいの、なかなかのね、人来ましたよ。なかなか。これ、ゆりおかさん譲ってくれていいと思います。あ、本当に。はい。誰？竹村選手です。中野慎一です。さあ、どっち？いや、でも、藤波さんの流れはね。いや、でも高田信彦とね、はい、ライバルをやってた。はい、今、なんかね、あのジャンボ鶴田に一回、セメントで。ドロップキック口に入れちゃって、して口に入れて、そうそう、ジャンボさんが、その後一番危ないバックドロップ、そう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 、ね、なんすかこの中野新時代竹村ってカード夢の子時空を超えた誰が、誰が望む、メイン張れる試合、メイン張れる試合いきますよ、次いきましょう、はい、じゃあこの辺で、はい、これでいこうか、はい、お、これは良さ、あ、でもこれ割と普通メイン張れますよ、シングルでメイン張れる、いいかも、まあ割と、はい、いや、俺は全然張れます、はい、どっちがいきましょうか、僕が、はい、近藤修司選手、お、今現役のバリバリのドラゴンゲーターでノアで、はい、あと丸藤さんとベストバウトも取った、はい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 、本当にトップどころの選手、いや、こっち、あの、ほんまのメインイベンターです、はいはい、棚橋宏です、あ、普通にこれはいい感じ、でもこれあのマッチメイク的にありっちゃありですよねやってないんじゃないやってないです、うん、やってない、うん、で、体格的にも多分あんま変わらない、そうですね、し、これ結構夢のカードじゃない、結構意外とこれ夢のカードですねこれ普通にいいカードが、はい、あ、田中選手、はい、あ、いいねこれ、うん、このゲーム面白いですね、このゲーム面白いね、これまだ館長からしたらええ迷惑ですけどねこれで遊び来られたら ね買ってくれんねんだけどあ、いい、あ、でもこういうあと1試合、あと1試合、あと1試合ありますか、
あ、まあまあでも、まあまあまあ。あ、まあまあって言うんですか。え？いやだからちゃんと、いや一流レスラー、一流レスラーですよっていう。こう、ゆりおかプロモーションじゃギャラ払えないです。え？そんな人出る？はい。そんな、私から行きましょうか。はい。これもね、ダブル J の時の大森隆夫。ほら。ね、今もね。ちょっとマッチメイク的にもそんなに良くないかもしれない。あれ？そんなことないでしょ。合わない。でもね、今もだってほんまにあの有料化プロモーションじゃ、はいはい、ギャラ払えないです。なんすか、なんすか。中村慎介です。夢の彼女は中村慎介対ダブル J の頃の、うん、まあ異次元遭遇ですけど。森高を、うん、招聘できますか。いやできないですねこれは。これいや大森さんもできないわこれ。あそうです、ね。それもおかしいです。あそうですそうですそうです。そうですね、これね。じゃあ投げより戻してください。はい、はい、戻してみましょう。ね、これね、はい、はい。いやこれいいですね。楽しい。まだ狂ってなかった頃のショーですね、これは。あ、まだこう、はい、ヒール側に行ってない行ってない時の三重心、うん、はい。え、令和ですか、令和三重心ですか。あ、令和三重心のコーナーもさすがまだないですか。もう、そうだから、入ってるかもしれない。さりげに早くも名乗るのやめましたからね。じゃあ、ゆりおかさん、はい、そろそろ帰ってもらえますか。あのね、本当にね、ちょっと、うん、終電があるんでね。そうそう、帰っていいですか。そうですね、はい、そろそろじゃあ終わりにします。はい、じゃあ超特急、ありがとうございます。発車の時刻が来たんです。あ、これですごく視聴率下がったらしいです。いや、これじゃないですね、はい、全体のネタです。